あ、寂しい、やっぱり皆さん寂しい。すみません。マゾーTV。はい、マゾリビです。はい、今日はね、じゃん、こちら銀座アップルストア前に来ました。なんとですよ、ようやく明日 iPhone6、 iPhone6 プラスなどなどなど、ようやく発売なんですよ。でね、その iPhone6 をもう2週間以上前からずっとね、並んで待ってた方々がいらっしゃるじゃないですか。その方々にね、もう一度ね、ちょっと取材させていただこうと思ってここまで来ました。ね、どれだけ楽しみにしてるかとかね、そういう感動をちょっと楽しみなんで、取材するのがちょっと行っていきたいと思います。はい、ではね、列めっちゃ長いらしいんですけど、その先頭の方々のところに行きたいと思います。多分ね、超楽しみにしてるんじゃないかな。あ、やべ、信号赤です。はい、ということで前回取材させていただいたテイラーテレビさんです。はい、はい、もうここに並んで何週間、ここに並んで、はい、13日目の夜を迎えて、とうとう明日ですけど、いかがですか。なんか寂しいですね。寂しい、やっぱり皆さん寂しいっていうんですか。なんかあっという間に終わっちゃった。へぇ、あっという間に。早いですよ、2週間。本当ですか。いやいやいや、僕、雨の日とか寒い日とか待って、いや、これでも並んでるんだよなって思って、こう、大丈夫かなってすごい思っちゃいましたけど。この辺はもうプロ集団だ。あ、プロ集団、さすが。やっぱプロになると違うんですね。それくらいなら。へぇ、すごい。すごい。え、どうですか、明日ってなると寂しいの他に期待みたいなこうのはちょっとワクワクしてる部分もありますけど、はい、ワクワク行列っていうのが終わっちゃうんで。あ、そうですよね、お祭りが終わっちゃうみたいな。じゃあそう、祭りが終わっちゃう感覚と一緒ですけど。寂しいですね。じゃあ泣きそう。そう、僕名古屋帰るんですけど。あ、名古屋に。そう、毎回名古屋帰るの、はい、バスで、はい、ちょっと泣きそうになります。やばいっすね。うるうるきますね。うるうるくる。リアルですね、なんかね。リアルリアル。じゃあこのお祭りがもうあと少しですけどね、楽しむって感じですね。ね、残念ながら僕は予約させていただいちゃったんですけど、はい、でもね、そう、予約が正解です。いや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 、明日の朝もちょっとこっちに来て、皆さんがどういう形で何ですか、一番日本で一番最初にゲットするのか、ちょっと取りに来ようかなと。はい、ぜひぜひ。え、もしよかったらゲットするところって中だから取れないじゃないですか。あ、で、できた時とか。できた時もしよかったら取材いいですよ。いいですか、捕まえてくれれば。あ、本当ですか。でもすごいことになるんですよね、おそらく。まあどうでしょうね、僕は確かにこの辺の人たちは、はい、取材中。そうですよね。いや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 、僕は逃げますよ。いやいや、あ、じゃあなるべく。お父さんのために。あ、本当ですか、ありがとうございます、はい、ね、でも日本で一番最初にゲットする人の顔ってどんなのか気になるじゃないですか。だからちょっと撮らせていただく。表情が、そう、表情がね、だってこれだけ待ってるんですよ。たまらない顔してるに決まってるじゃないですか。半泣きな顔でもいいんですけど。いやー、はい、それなんで明日また朝、はい、来させていただきます。はい、最後の夜頑張ってください。はい、ありがとうございます。マジで応援してます。寝不足っていつもどんぐらい睡眠なんですか。いつもですか。はい、ちゃんと寝れるんですか、ここら辺では。この辺では6時間7時間。あ、でも6時間7時間寝れるんですか。あ、そっか、寝袋ひびや。あ、そうなんですね、意外と寝れるんだなっていう。そうです。でもやっぱり、はい、こういう時点もあるし、並んでる間っていろんな人に視線を見て。そうですよね、そういう精神的な疲れが溜まってる。あー、精神的に、はい。あー、有名人は大変だ。終わった後の疲れが一気に、はい、その疲れの表情も明日撮れるってことですね。そこは隠しますよ。あ、本当ですか。あくまで、はい、あー、すごいな。すいません、なんかこう、せっかくこう、なんか取材陣が来た時に僕がお邪魔してしまって。あ、いつも取材はすごいいいじゃないですか。あ、そうなんですか。YouTube の方が、 YouTube の方が。YouTuber テイラーテレビさん、ぜひみんなチャンネル登録よろしくお願いします。はい、お願いします。イエス。ということで明日の発売楽しみです。ではバイバイ。バイバイ。いつもよりも全然早い。全然早い。絶叫を超えるのが、はい、始発が始まって1時間ぐらい。あー、そうなんですか。はい、ということでね、最後列がどれぐらい長いのか、ちょっと最後尾まで行きたいと思います。ただいまの時間が
20時21分、8時21分です。この時点でどのぐらいね、後ろまで並んでるかっていうのをね、ちょっとチェックしていきたいと思います。それではレッツゴー。いやーすごい、もう最後まで行きます。あ、頑張ってください。すごい長いですね。すごい、やっぱ取材の方とかいっぱいいらっしゃるんですよ。YouTuber の方いないのかな。すげえすげえ。ということで、ようやく最後尾、こちらになるみたいです。何百メートルあったでしょう。もうね、何百メートルとかわかんないぐらいに超長蛇の列ができております。もうこれ1000人行ってるんじゃないですかね。行ってないかな。何百人 ぐらい並んでましたけど、いや驚きでした。明日の朝になったらもっとすごいことになってるらしいです。はい、では明日 iPhone 6ゲットするの楽しみです。ということで、以上、マスオ TV でした。バイバーイ。